段落地とは、江戸時代、大阪における町橋の維持費用の分担方法である。橋に一番近い町が、最も負担割合が高く、橋から離れるに従い負担が軽くなるシステムである。大阪の町橋にはそれぞれ橋がかり町町というものがあり、不信を司った。橋がかり町町とは交通往来の点でその橋の費用を負担する町町で、 橋爪の両町は、もちろん、それに接する数町を言うが、橋によって橋がかり町の数は、異なる。震災橋について言えば、長堀震災町、長堀十丁目が、南北の橋爪町で、その外、北は、車町、南関四郎町から、本町四丁目五丁目まで十五丁、南は、飾り屋町から菊屋町まで五丁。 合計二十二町が橋掛り町町であった。出勤の比率は、橋詰両町で二分の一、残りの二分の一は、南北の二十町から一割落ちで出すことになっていた。西横堀橋、木面橋は、東西十七町が橋掛り町で、西詰吉野山町が七割、東詰南毛渡町が二割、その他の十五町が一割を負担した。このように、 橋ごとに橋がかり町町の数をことにし、また費用分担の方法は橋がかり町町の自由に規定することであったが、大体橋詰めの領庁が最も多く、費用を負担し、橋から遠くなるほど少なくなった。標準となる銀額を本係といい、何町は本係何割落ちと決めた。橋清掃の費用も、 段落で出し、その金額を再び間口に割り当てて町内から徴収した。しかし道頓堀恵比寿橋は、芝居町に行く道路であるため往来も激しく、早く破損するから、この橋の掛け替え修理には、今宮村外に村、宝泉寺、ミッド寺町外三十町からそれぞれあまりない銀を出し、残額は、橋詰めの四津角屋敷と芝居四軒とで一般を、また菊屋町、 小引南の町、道中の町、道北の町、飾り屋町、旧在門町、総右衛門町、吉在門町及び黒江門町の旧町で一般を、支弁したが、その後、本場町、本京橋町、本愛宵町の3町が、恵比寿橋の橋がかり町となり、一切の費用は四つ角四町及び芝居や四軒から二分の一を負担することになった。当時、 橋の不審修復については橋がかり町は困惑した。人や車の往来が激烈では破損が甚だしいので町によってはなるべく多町の橋を通行するように湾曲の度を強くしてかけたという。ありがとうございます。